日よ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、蛇の命、続きやっていきたいと思います。まあ、蛇の命っていうタイトルなのに、今映ってるのはムカデの命が耐えたところなんですけれども。ムカデが死んじゃったね。なんで？突然の出来事に全く、なんか頭がついていかないうちに今続きを撮ってるんですけども。セーブし損ねて、セーブし損ねたーって言ってたらムカデが死んで、ムカデが死んだーってなったんで、まあどういうことか今から整理していこうと思いますよ。ではやっていきましょう。ムカデが死んだ。少し予想できてたやつだよ。いや全然予想できてなかったよ私。びっくりしちゃったよもう。パスタに毒が盛られてたってことかい？いいえ。自身の手についてた毒で死亡したようですね。ムカデは鉄格子から毒を抽出する作業に明け暮れていたからな。なるほどね。ああ、そのまま手も洗わずに、毒を手につけた状態でパスタを食べちゃったってことね。なるほどね。はあ。ムカデが手で食べると、数十本の手についた毒が直接口の中に流れ込む。蛇特化の毒とはいえ、口の中に大量に入ればさすがに耐えられんよ。だけど容疑者が死んだら謎が残ったままじゃないか。いや、発想を逆転させたまえ。今のムカデの死で謎が解けたのだよ。ムカデの手に大量に毒がついていたことが立証されたろ。つまり瓶に毒を仕込んだ犯人がムカデだったと証明されたわけだ。殺すことで判別するなんて強引だな。殺すことで判別。これも最先端テクニックなんですよ。いや、嘘つけ。いやー、これ、口封じしたかったとかなんじゃないの？あんまなんか、言ってほしくない情報とかがあったから、わざとフォークとかをあげなかったんじゃない？この警察側。怪しんでるからね、私はこの君たち二人を。対象が人間でさえなければですが。ムカデは逮捕しても鉄格子で隔離できないから、面倒になる。手の本数も多いから手錠も足りんしな。殺すのが一番の解決策なのだよ。いや、最低だなこの発想。最悪。ゲス。クソ。警察が市民の前で殺しの正当化を熱弁か。いいんだよ。殺虫剤はあっても、殺虫剤なんてものは存在しないからな。うまいこと言いやがって。それに今回の件は、殺しではなくムカデの自爆だ。まあ、ムカデだし、犯罪者だし、どうでもいいわ。おかみさん冷めてるね。まあ、仕方ないね。どうせならミミズもセットで死ねばよかったのに。かわいそう。辛辣。ミミズ何もしてないのに。なんだこいつら、ムカデが死んだってのにかわいそうの一言もなしか。逆だよ。かわいそうどころか羨ましいわ。最後の晩餐に気まぐれパスタが食べられるなんて幸せ者だよ。私も最後の晩餐は気まぐれパスタにして欲しかったけど、シェフが死んだ今じゃ、もう叶わぬ願いだよ。ちょっとなんか切ないじゃん。だったら今殺してその願い叶えてやろうか。なんで殺意湧いてんの、ミミズくんは。おや、そこの蛇探偵が持ってる紙切れ。あ？なんだっけ？ああ、土の子の手配書。あ、やっぱ土の子なんだこれ。狭い土の中を好むため、滅多に見かけないレア種の蛇。不死身級の体勢を持ち、生け捕りにすると賞金100万ゴールド？これはすごい情報だよ！逆転の兆候だよ！とにかく真犯人のムカデは死んだことだし、これにてお開きにしようではないか。そうしようって言いたいところだけど、まだ終わっちゃいない！ロビーに皆さんを集めてください！切れてる切れてる！今で頑張って入れて！皆さんを集めてください！オッケー。ロビーに移動しますと。推理パート、鉄格子編、後半戦。またここで推理劇場かね。蛇風情が毎度毎度仕切りおって。そもそもロビーに集まる意味あんのか？食堂で続けりゃいいじゃねえか。形から入りたがるタイプの蛇もいるから仕方ないよ。うん。内一、議論の余地がないだろう。事件は解決したのだよ。意義あり意義なし、そんなに言うなら部屋に戻る。いや、ここは意義ありですよ。意義を発動しました。早々に意義かね。犯人がムカデなのはもう確定しているのだよ。
まだ解けてない謎は何だというのだね。凶器、動機、犯行現場。動機でしょう。別に、ムカデがヘビを殺す必要はないよね。そうよ。昨日のハンターの件もそうだったけど、ヘビを殺した理由が不明なままじゃないの。あのね、10ヶ月前ぐらいにね。ヘビを殺した理由が分からずじまいだったハンターさんね。犯人が特定された以上、今更動機などどうでもいいだろう。いや、意義ありですよ。だったらお前には、動機の手がかりでもあるというのかね。あのムカデのことだから、お金に関する動機だろうけどね。ムカデの動機になりそうな金関連の証拠品は？これはさっき出た、ツチノコの手配書、これじゃない？本当かな。まあでも今ある情報を信じるしかないよね。この世界観でツチノコは本当に存在して、しかもそれも幻の蛇だから100万ゴールドっていう話もあるかもしれないよね。ツチノコの手配書？そんな資料どこで見つけたんだい？ムカデの部屋だよね。6号室です。そうだね。ムカデの部屋にあった資料なら、それがムカデの動機だった可能性が高いよ。資料によると、黄土色をしたヘビ。普段は狭い土の中を好むが、普通のヘビに紛れて温泉に入りに来ることもあるそうだよ。毒耐性はもちろん、不死身説もあるほどタフ。生け捕りにすると、懸賞金100万ゴールド。懸賞金100万ゴールド？これがムカデの動機なのは間違いなさそうね。そうだね。バールビジネスの間違えましたね。ちょっと待って。飲み物飲みます。バールビジネスの件もだけど、あのムカデは金儲けしか考えてないからね。だが、被害者はツチノコではなくただのヘビ。賞金100万ゴールドはおろか、100円の価値にもならんではないか。ムカデがツチノコではなく普通のヘビを殺した理由は？ツチノコと間違えて殺した。気が変わってヘビを殺したくなった。ツチノコと間違えて殺したんじゃない？なんで間違えたのかは知らんけど。そうだよ。シェフはツチノコと間違えて殺されたんだよ。見間違えるわけないだろう。そう思うな、私も。ツチノコは黄土色という話だ。色を見れば一目瞭然ではないか。普通のヘビとツチノコを見間違えた理由は？ヘビが変色していたムカデの感じだ。ああ！確かにあの画像？死んでる画像？は、なんかいつもの普通のこの辺にいるヘビの色と違ったよね。変色してたんだろ、もしかして。ヘビが変色していただと？そうだったよ。死んだシェフは黄土色っぽく変色していたような気がするよ。ただの見間違いだ。原因もなく蛇の色が変わるはずもなかろう。蛇が変色した原因、殺害現場に色が変わった原因があるはず。温泉？香料合成着色料。なるほど。これは人工温泉を突きつけましょうか。人工温泉が原因？いつまで人工温泉の傷をえぐるんだい、まったく。だけど人工温泉は怪しいよ。色の変わった原因があるはずだよ。人工温泉と一言で言っても成分はいろいろあるわ。香料、合成着色料、ポーション、解毒剤とブレンドされてるどれかに原因がありそうね。蛇の色が変わった原因、4種の成分のうちどれ？まあこれは合成着色料以外ないでしょう。合成着色料が言えたかなって不安になってたら、その、ないでしょうを噛んでしまう。はい。そうだよ。この中だと合成着色料が怪しいよ。人工温泉に混ざっている合成着色料で、蛇の色が一時的に土の子色っぽく染まったんだよ。その変色した蛇を土の子と見間違えて殺したわけね。矛盾点はまだ残っているぞ。賞金がもらえるのは、あくまで生け捕りのみと書いてある。ああ、そう。殺してどうする？確かに、殺したら意味がないよ。あれ？不死身なん、じゃないんだっけ？土の子って。ね、殺すつもりだった。殺すつもりはなかった。逆転の発想。これ殺すつもりだったんじゃないかな、普通に。そうだよ。
被害者が死んでる以上殺意があったのは確かだよ。殺すつもりだっただと？まず土の子でもなければ生け捕りでもない。蛇を殺す意味なんてあるのかね。土の子でもなければ生け捕りでもない。ムカデが蛇を殺した理由はこの 方法からでは？これよ、さっき出た証拠の発言。殺すことで判別、殺すことで判別する最先端テクニック。人間相手には使用禁止。そりゃそうだ。いや、本当だったら蛇相手にもダメなんですけどね。殺すことで判別？そういえば、ツチノコはタフな生き物と記述されてるよ。毒耐性どころか不死身説まであるとか。そうか、耐えればツチノコ、死んだらただの蛇。最低な判別方法。殺してみることが一番簡単なツチノコ判別方法なんだよ。殺すことで判別するなどと。蛇の命が軽いとはいえ、ムカデの鬼畜ぶりにはヘドが出るわ。お前もムカデのことを殺すことで判別しただろうが、このクソ刑事。その鬼畜なムカデを殺すことで判別した鬼畜刑事がよく言う。とにかくムカデの動機が土の子目当てだったことは理解した。だが犯人がムカデだったことはもともと確定してたことだろう。動機が分かったことで今さら何の役に立つのだね。ムカデの動機が解明されたことで新たに解明したことがあるはず。今回の事件の真犯人、ハンターの動機。ああ、なるほどね。ハンターがなんでヘビ殺したのか分からずじまいだったけど、ハンターもこれだったんじゃないかってことだね。はい。じゃあ、ハンターの動機ですよ。ハンターの動機？確かハンターが温泉でヘビを殺害した事件だったね。現場が温泉。ヘビが殺害。完全に一致だよ。ハンターがヘビを殺害した目的もやはり、これでしょう。土の子の手配書。すげえ。そうだよ、土の子だよ。昨日の事件で死んだヘビも少し色が違ったような気がしてたんだよ。あ、そうだったんだっけ。本当だね。ずいぶん前すぎて覚えておりませんけれども、そうなんだね、色が違ったんだ。昨日のハンターも人工温泉で着色されたヘビを土の子と間違えて殺した線が有力ね。それとこれとは別の話だ。ハンターがツチノコの件を知ってた証拠でもあるのかね。先日アリバイを共有していたハンターとムカデがビジネスの話をしてたよ。商人がどうとか言ってたあれね。そうか、ビジネスの話ってバールビジネスの話じゃなくてツチノコビジネスの話だったんだよ。はあ、なるほどなるほど。つまりハンターのヘビ殺害の動機もツチノコで決まりだよ。ハンターには放火の余罪もあるのだよ。土の子の剣とは何のつながりもないではないか。そういえばロープに火をつけて放火したとか。黄土色じゃないの。これも土の子と間違えたんじゃない、あのアホなハンターが。結局自分で消火もして意味がわからなかったやつね。あ、まあそうね。これで燃やして判別したんだね。ハンターがロープに火をつけてすぐに火を消した本当の動機、今なら立証できるはず。燃やしそうだったから脱出道具を立つため、次元型引火同化線方式で引火、命の恩人になるため、ツチノコ情報の色形状に近いから。なるほどね、これですよ。そうだよ、ロープはツチノコ情報の色や形状と一致してるよ。暗い明け方にツチノコを見つけるなら燃やして判別するのが手っ取り早いと判断したんだよ。暗くてもロープとツチノコの判別はつくだろう。ロープの中にツチノコが隠れてる可能性もあるし、どのみちロープはツチノコ探しのノイズになるから燃やして損はないよ。まあ、それってハンターがすごく間抜けなこと前提なんだけどさ。本当かね。旅館の呪いと凶悪犯騒動に便乗すれば火災が起きても怪しまれないし、すぐに消火活動をすれば自分の手柄にもなる。割と合理的な手段だよ。まあそう考えたらそうかもしれんね。二つの事件が繋がってきたよ。二つの、間違った、どっちの容疑者も死んじゃってるけど。確かに。ムカデもハンターも死んじゃったよ。え、多分この人たちが、なんか仕向けてんじゃないのかな？違うのかな？それだけじゃないよ。過去にも何度か温泉の順番待ちで蛇が殺される事件があったけど。それも人工温泉で変色した蛇を、父の子と間違えて蛇が殺されたってところだろうな。呪われた旅館の真相、少しずつ見えてきたよ。くっ。
ヘビ殺しの動機はツチノコ。それだけではまだまだ半分ってところですね。動機はどう考えてもツチノコでしょ？何が足りないって言うのよ。この旅館の事件には、そんな建前上の動機だけでは解明できない。裏の動機もあるんですよ。なんだ？裏の動機？殺す動機と何が違うのよ。裏の動機。ん？文字通り、裏口を封鎖した動機のことですよ。そういえば、ハンターは木の扉だけ設置したと言ってたけど、その動機は分からずじまいだったんだよね。ハンターが木の扉を設置する前から、すでに2枚の扉が設置されてたという証言。なぜ一番しょぼい木の扉を後付けで設置する必要があったのかだ。他の2枚の扉に便乗したくなった。他の2枚の扉が役に立たないと考えたから、思い出す。え？どう考えても金の扉と鉄格子の方が丈夫だよね。木の扉を設置する意味本当にないと思うんだけど。便乗したくなったっていうそんな間抜けな理由はあるかね。ちょっと思い出すやっていいですかね。ちょっとごめん、飲み物飲んだ。鉄格子をよく見ると、これぐらいの隙間、蛇ぐらいならくぐり抜けられそうだな。それを言うなら、ポイズンスネークも毒耐性がある以上、鉄格子をくぐれるはずだ。結局問題なのが金の扉だ。この扉もバールか何かで壊せばいいんじゃねえのか？あー、なるほどね。金の扉もバールとかで壊せるって思ってるっていうことで、他の2枚の扉は役に立たないと思ったから、気休めでもいいからって言って木の扉を設置したってことかもしれんね。これか。役に立たないと考えたから。2つの扉が役に立たない？バカ言うな。鉄格子と金の扉の鉄壁セキュリティが役に立たないはずないだろう。少なくとも鉄格子は役に立たないよ。蛇特化の毒も毒耐性以前に不死身説まであるツチノコには簡単にすり抜けられるからね。ああ、そうだよね。ツチノコ目当てなんだったらなおさら鉄格子の意味がないから、金の扉の存在を知らないハンターは逃がさないために金の扉を設置するしかなかったんだ。なるほど。それなら金の扉はどうなる？あれこそ激レアな開かずの扉だぞ。激レアだからこそ、ハンター自身が金の扉の効力を知らなかった可能性が高いよ。ハンターの証言から知らないような素振りもあったし、そうなると明け方時点のハンターには施錠されてる扉かどうかも判別つかないはず。役立たずの扉と完全未知の扉。そうなれば追加で木の扉も設置する動機も発生するよ。ハンターの矛盾だらけな行動がどんどん解明されていくよ。矛盾は他にも残っているだろう。扉を設置した動機が監禁するため、ヘビを殺した動機が目障りだからとかいう大きな矛盾がな。ハンターが監禁した動機は土の子を逃がさないためでしょ。これはで、目障りだったのはヘビが目障り。そうだよ。ハンターにとって土の子は監禁したいけど、その土の子探しにおいてノイズになる普通のヘビは目障り。あとはムカデの剣と同じく殺すことで判別する作戦で土の子を探していったんだよ。ハンターの矛盾だらけの行動は土の子が目的と考えれば全て辻褄が合うよ。くっ。ハンターとムカデは共通する点だらけだよ。そして極めつけの共通点は、どちらも殺されている。どちらもクソ野郎。どちらもクソ野郎。そうだよ。どちらもクソ野郎という決定的な共通点があるよ。蛇は殺すし、金に汚いし、あとは多分おしゃべりだよ。調べればわかるよ。クソだよ絶対。誹謗中傷はダメよ。ああ、他の蛇が誹謗中傷したので連帯責任で3ダメージ受けました。なんでだよ。蛇探偵は何も言ってないじゃねえかよ。どちらも殺されているという点で共通しているように思えるよ。そうだよ。土の子を知るこの2者が口封じに殺されているんだよ。そろそろ黒幕を絞り込めるかもしれない。犯人が特定できましたって言っとく？私全然わかってないんですけど。だって素直にできませんって言ったら解散しちゃうでしょ。犯人が特定できました。すでに確定している犯人はムカデ殺害の犯人。こっちでしょ。あれだよね。警察がフォークを渡さなかったからムカデが死んだってことに
できるんじゃないですか、警察の誰か。だから殺したというよりムカデの自滅だったろう。ムカデの自滅にしても警察にムカデを消したい動機があった点は重要なことよ。そしてムカデを殺した動機がツチノコの存在を知ったことだとしたら、ハンターを始末したのも警察ってことね。では殺しの動機がツチノコの秘密保護だとして、我々警察がハンターたちを始末した理由とは。賞金を独り占めするため、ユーマ研究組織の回し者だから。はぁはぁえ、うん、いや、わからん。あ、間違った。え、な、どっち選択したいわ。バカバカしい。最先端科学技術しか信じない我々が、ツチノコなどとおとぎ話を信じると思うかな。そうは思えないし、このツチノコ手配書も子供流しな内容ね。やっぱそうだよね。結構安っぽいよね、これね。こんなの信じるのはアホなハンターか、少し賢くてもお金のことには盲信するムカデくらいだわ。それから、ヘビ探偵くんの提唱している犯人はツチノコ目当て説だが、矛盾も生まれているのだよ。矛盾ってどこがよ。凶悪犯の目的がツチノコなら、鉄格子を設置した目的はどう説明する？鉄格子はツチノコに対して何の効果もないからな。ツチノコとは別に、鉄格子を設置する動機がありそうなのは。あ？ハンター、ムカデ、ヘビ、逆転の発想。なんだろう。逆転の発想しましょうか。はい。ムカデの発言、新しいビジネスとはツチノコのこと。では逆に古いビジネスとは何だったのか。鉄格子を設置する動機がありそうなのは。じゃあムカデってこと？ん？どういうことだ。その通り、犯人はムカデよ。ムカデ？そういえばビジネスをしてたような。あ、なるほど。わざわざ設置して強引に5000ゴールドで叩き売りするつもりだったってこと？なるほどね。バールビジネス、ツチノコビジネス、なるべく丸い石を拾って親分に見せに行くビジネス。なにこれこれ選びてー。選んでいいかな。ちょっと気になる。どういう風に言われるのか。それ親について欲しくない職業ランキング上位にあるタイプのビジネスだよ遠回しすぎるよ、ツッコミが。ダメだよ、関係ないビジネスの話しちゃ。間違っていたので3ダメージ受けました。ムカデが鉄格子を設置した理由は簡単よ。最後のバールビジネスのためよ。最後のバール？そういえば昨日まではしつこく営業してたわね。非常口に鉄格子を設置することでバール需要が高まればムカデの利益につながるでしょ。需要が高く供給は皆無。これでムカデの独占販売市場になる。他に最後のバールなんて誰も持ってないからね。あ、いや、待って待って待って、そう、あれよ。人工温泉装置があったところに、最後のバールがいっぱいあった。誰も持ってないくはない。旅館の人たちが持ってる、はず。だから、セーブしつつ意義をしよう。じゃあ、ちょっと前回セーブできてないからね。セーブしましょう。セーブ後に自動で意義が発動するけど、経験値がもらえないパターンのやつだよ。あ、そっか、経験値ももらえないのか、それはちょっと残念だ。セーブ画面を閉じた瞬間にオート意義が発動されるよ。ということで、今何分ぐらいだろう、ちょっと待ってね。はい、そうですね、時間も結構いい感じだと思うんで、今日はこのセーブをしてオート意義を発動したところで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。この鉄格子を取り付けた人物がムカデである可能性が出てきたと。でも本当かっていうところなのは、その地下にバールがいっぱいあるのに、それをなんかないことのようにしてる旅館側。だからもしかしたら、この人工温泉のことを、こう、なんだろう、秘密にするのに、あそこに鉄格子を使ってたから、こっちに鉄格子を つけることで、なんか、なんだ？ん？ムカデがこっち、バール使うとかなのかと。すごい。なんか、うまく説明できないけど、分かったかな？伝わるかな？ちょっと。
と次回まで言葉を整理しておきます。すいません。ってことで、では次回に続きます。おつぴよでーす。大戸井義